どうも、石崎です、えー。文法完全マスター塾がスタートしました。最初は自動詞・多動詞の区別の話からしていきますね。サブタイトルは、文法完全マスター塾、英文を読む際、あるいは文法問題を解く際の最初の最初の最初の、最初に一歩はってこれ、もう早速間違ってますね。ごめんなさい。最初の一歩は、えー、自動詞ですか、多動詞ですか、ジーターの区別ですね。 まあこういう誤字だ字がね、これからも頻繁に起こると思うんで、ぜひね、慣用になっていただければと思います。内容入ってきます。ぜひね、アウトプットしてくださいね。この喋ってるこの一時一句とまではいかなくても、ちゃんとサマライズして、要約して、自分の分かったところとまあ、曖昧なところ、あるいはこういうことを思いましたみたいな、そういうアウトプットすることによって、ちゃんと脳にね、刻まれるんでね。で、刻まれた瞬間から文法学習始まっていくんで。えスタートする前に、 えー、覚えてほしいのは完璧から揺らぎって話なんですけどもルール1は徹底的に理解してほしいんですよ徹底的に理解してほしいんですよねなんかね妥協しちゃダメなんですよね徹底的に理解してほしいんですよただしルールにはルールには例外があるんですよねそうですよねなんとかの鉄則とか言ったってその鉄則が当てはまらないものもあるじゃないですかあのキム・デギュンのトイックの先生のキム・デギュン韓国のね の先生がね、ルール1から8みたいなの作ってさ、ルール1何度かかんとか、ルール2先読みをすることが重要ルール3名刺の後は何度かかんとか、ルール4、ルール5、ルール6、ルール7までいってね、ルール8んて書いてあると思いますルール8。ルール1から7が使えないときがある。それがルールなんですよ。それはもう賢いなと思って、その通りなんですよね。僕もこの5文系の話をしていきますけども、たまにね、 この細かい部分でもちろんそれは言語だから大量の量あるからそうじゃない例も出てきたりするしどれを当てはめればいいのだろうと分かんない時もあるんですよねそういう時はあのねスルーしてもらって構わないですあるいは自分の理解で進めてもらって構わないです本質だけを捉えるようにしてくださいその細部にね5時間も6時間もかけるのはやっぱ時間の無駄ルールさんはルールには例外があることを分かっておきちゃんとルールに縛られないことも できるなってください僕はもうルールしか言わないんですよ。ルール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 みたいな感じでルールを全部言っていくんですよ。語文化はこういうな感じですよみたいな。ただし、そのルールに縛られてほしくないんですよ。でもルールは徹底的に理解することですよ。理解した後にそうじゃない場合も出てくることがあります。でもそういう時に、でも石崎先生の説明によるととかね、相手の説明によるとか考えると、やっぱねそこにね頭がてうのフィックスされてしまうから、フィックスされないように。 完璧を求めるんだけども、ある程度の揺らぎを持たせてほしいんですよね。幅を持たせてほしいんですよ。そういう、あの、これはあのよみ、よぜみの富田先生が、やじろべえの精神って言ってるんですけど、そんな感じ。イメージわかるかなまあ、そんな感じ。では入ってきます。自動詞って何自動詞っていうのは二分形をこうせこれ。 一文形ですごめんなさいこれ二文形じゃないです一文形を構成する SV ですごめんなさい二文形じゃないです自動詞は、えー、一文形を構成します SV ですね形で言うとで後ろに目的語を取らないのが特徴ですね目的語っていうのは何とか O とか何とかにになったの名詞とか代名詞とかそこら辺のものを言います 例えば、I'm running. この run っていうのは自動詞なんですよ。後ろに目的語はないですよね。あの、私は何々を走るとか言わないですよね。私は走る、それだけ。だから後ろに目的語はいらないんですよ。O に当たるもの、2に,に当たるものがないんですよ。あとは別の特徴として、前置詞を伴って目的語を取れるんですよね。例えば、I will go のこの go っていうのは、えー、自動詞です。自動詞だけれども、後ろに to を伴うことによって、 どこに行きますかっていう追加情報を、えこうくっつけることができるんですよね。I will go だけの文章成り立ってるんですよ。一文系です。一番上はこれ二文系を構成するだけなんですよ。二文系じゃないです。これ一文系です。ごめんなさい。えー、I will go の go はこれ、自動詞であり一文系を構成するんですよ。で、I will go だけで意味成り立つんですけども、どこへっていう追加情報をつけたかったら、全知詞の to を伴って目的語の the station が取れるんですよ。ってことを覚えておいてください。まあ重要なんで何回も聞いておいてくださいね、これ。 自動詞の速解問題。すぐ解けるような問題。これが分かるだけですぐ解けるよっていう問題。まずは、自動詞は自動体を取れないんですよね。だから、I'm l g h e d は間違いないです。まずなら、ラフっていうのは、何々を笑うっていうのは自動詞ですよね。例えば、私はあなたを笑うって言った時に、I laugh at 言うじゃないですか。なんで at がいるかっていうと、ラフが自動詞だから、 その目的語を持ってきたかったら前置詞の前置詞アットの力を借りる必要があるんですよだからラフは自動詞なんだよでも自動詞は自動体を取れるので「I'm laughed って形にはなんないよってことですねあとはね自動詞は過去分詞の形にならないんですよこんな感じ「There is a girl weighted」って形にはなんないんですよウェイトが自動詞だからそれは過去分詞のように使われることはありえませんってことですこれ見るだけでもあの 現在分子と思って簡単に解けますねウェイトはウェイティングしかなりえないからなぜなら自動詞だからじゃあ多動詞って何って話なんですけども多動詞は後ろに目的語を <laughs> 取るものを多動詞と言います三分形を取りますねちょっと水飲みます三分形を取れるんですよね SVO ですね 例えば I will kiss you だったら私はあなたにキスをしますってことですよね。you っていう目的語を取ってますよね。この場合は名詞じゃなくて代名詞ですね。でもキスが代名詞じゃないですか。何言ってんですかごめんなさい。キスは多動詞じゃないですか。キスは多動詞だから後ろに you っていう目的語を取れるんですよね。四分岐を取ることもできるんですよ。I will teach her English って形で私は彼女に英語を教える。 <laughs> この teach っていう動詞は他動詞他動詞だから後ろに目的語を取れるんですよねそれは ha っていう直接目的語とまあ english っていう間接目的語とか言うんですよねこういうのを取れるんですよね語文形を取ることができますそっかまあいいや SVOC ですね ご文献を取れるんですよね。You will make, <laughs> ごめんなさい、すんごい間違い多いですわ、これ今日。You will make you happy ってこれ意味不明ですね、まあ。あなたは自分自身、これ、もしね、ここに You きたかとか言 You はセルフにしなきゃなんないですわ再。再起代名詞で。ごめんなさい、これ。You will make him happy とか You will make me happy とか。そんな感じですね。私はあなたを幸せにすると。で、全知詞を 伴わないっていうのが多動詞の特徴です目的語を取っていない時は何かがあるっていうのも覚えておいてくださいなぜなら多動詞は常に後ろに目的語を持ってくるんですよでも目的語を取っていない時もあるんですよねその時は何かがあると思っといてください多動詞の即解問題受動体を取れるのは多動詞のみなんですよね で目的語を持たない動詞は何かがあるんですよ。例えば関係代名詞の場合例えば I have friends who he hates と彼が嫌いな、まあ、友達を私は持っているよってことなんですけどこの hate っていうのは I hate you みたいな感じで他動詞ですよねでもこの場合 he hates の後に、えー、ビリオドが来てるってことは目的語を取ってないじゃないですか目的語を持たない他動詞ですよ 何かがあるんですよ。その何かっていうのは関係のイメージが使われているということですね。あるいは受動体。I'm in love.、まあ、恋に落ちてるんだよと。But he is taken. ですよ、ね、彼は他の女性に取られてるんだってことなんですよ。この take っていうのは、私はあなたを取るときに I take you みたいな感じで、えー、多動して使われるんですよね。だけども、この場合、 take っていう多動詞であるにもかかわらず、後ろに目的語を持ってきてないんですよ。何かがあるんですよ。その何かって何かっていうと、受動体が来てる。そういうこと。あるいは次、もうここの人は分かると思うんですけど、I got assignments と、まあ宿題を、アサイメント、宿題ですね、宿題をもうゲットしたよってことなんですけども、given by Sherry と、Sherry さんにえ与えられたアサイメントをゲットしたなんですけど、 ギブっていうのは例えばさ「I will give my pencil to him」みたいな感じでその後ろに目的語を持ってきますよね。持ってきますよね。このギブも私は何々を与えるみたいな感じで目的語を持ってこなきゃなんないのによく見るとねギブの後ろに来てるのは倍でしょう前置でしょう後ろに目的語を取ってないじゃないですか。 これも何かがあるんですよ。目的語を持たない多動詞。この場合何かっていうと、これは過去分詞なんですよね。みたいな感じで、多動詞であるにも関わらず、目的語を取ってない場合は何かがあるんですよ。これを手掛かりにすれば、文法問題、特にトイックのパート5とかパート6は楽勝に解けるようになりますね。僕のまとめを言います。僕のまとめ、は一つ目は今日は本当に間違いよくてごめんなさいなんですけども、二つ目は、 自動詞、多動詞、あるいは目的語の有無で、文法問題の8割は制覇できるんですよ。過去分詞現在分詞とは考える必要がないってことですね。使役同詞とか、現在完了とか、ごめんなさい、現在完了じゃなかった、関係代名詞みたいな感じで、考える必要ないんですよ。もう自動詞か多動詞か、あるいは目的語があるかないかってことを理解すれば、もう本当に簡単に、えー、8割の問題を解けるようになります。ということで、まだ終わってなかった。 今日ね、ちょっとね、いつも下ネタばっかり言ってるように、ちゃんとね、エロ留学中にって、こう、エロをつけました。まあ、次回からつけないけど。あー、これはもう激エロですね。まあ、あの、これ、クローズドの場所で喋ってるんで。あ、クローズドじゃない、YouTube の言った。まあいいや、これ。まあ、そういうことです。<laughs> このハングっていうのは、このハングっていうのは、ぶら下がっているものとかって意味なんですよね。そう。だから、I'm hung like a host. この like って何々のようなですよ。何々のようなだから、まあそういうこと。 えー、失礼しました本当に英語の通信講座で検索すると多分にでも今日は3位でしたこれが URL です復習 PDF と MP3 欲しい人は下のディスクリプションから取っていってくださいただパスワードが必要なんでねメルマが登録後自動返信されるメールの中にそのパスワードは記載されてます僕はトイック400から2週間に785行ってそして3ヶ月840半年で910行ったのでまあ英語教育論的なことは話せないけども いかに早く英語力を上げるかとかいかに奨学金をゲットするかとかいかに TOEIC の点数を素早く取るかってことに関してはまあちゃんと喋れる喋る資格はあるのかなと思ってますお届けしたのは石崎力也でしたどうもありがとうございました